スタートしました。ほぼ揃いました。オグリキャップは後方から行きます。まず先行争いでありますが、ナルシスノワールが出てまいりました。早くもリードを2馬身ぐらい取っています。2番手の位置にはミリオン旋風、そして外をついてエイシンハピネス、その中は東証マリオが行きました。1馬身差で中をついてグレートモンテ、さらにその外からは堀のライデンが行きました。オグリキャップは内をついてちょうど中段の位置であります。中段から前に接近してまいりまして、6、7番手、その後は2馬身ぐらいの差、外をついて塩のロマン、1馬身差で4頭1塊、バンブーメモリーは内をついています。その中はルイジアナピット、イーグルシャトー、4枠の2頭に、外をついてウィーニングスマイル、そしてその内からは名将コブラ、これから第3コーナーに向かいます。そしてその後でありますが、1馬身ぐらいの差、北斗ヘリオスは後ろから数えて4頭目、さらに1馬身差でヒデリュウオウが行っています。さらに遅れまして1馬身差、内をついてエイシンハピネスが行きました。下りにかかっています。神の天砲最高峰で3、4コーナー中間にかかってまいりました。さあ先頭でありますが、前2頭ほとんど並んでまいります。ミリオン旋風が行きました。ミリオン旋風先頭でありますが、外をついて東証マリオ、さらにこのグループにはさあ8枠の堀のライデン、オグリキャップが現在4番手ぐらい、バンブーメモリーは外に持ち出しました。さあ直線コースに今向きます。先頭でありますが堀のライデン先頭か、バンブーメモリー、バンブーメモリー、そしてオグリキャップが内に突っ込んできた。内からオグリキャップ、さあしかし先頭はバンブーメモリーです。バンブーメモリー先頭、オグリキャップの伸び足はどうか、まだ2番手、まだ2番手、先頭バンブーメモリー、オグリキャップ2番手、北斗ヘリオスが大外から突っ込んでまいりました。さあ先頭はバンブーメモリーか、オグリキャップ2番手、しかし前2頭並んだところで合理、並んでおりました、並んでおりました、際どくなりました。